皆さんこんにちは。私、猫愛好家のヤジネコと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は一人で済ませばシリーズで世間を賑わせたあのスーパー売れっ子の猫の一日を皆様と一緒に観察していきたいと思います。可愛い猫のフリー映像から一気に地獄へと絵面が変わりましたが、そんなただいまの時刻は朝の8時。猫はまだまだ寝てる時間です。ムーンの寝床はいつもバラバラですが、今日はどこかの家に上がり込んで寝てるみたいですね。ムーンさんはまだ気持ちよさそうに寝ています。人間も一緒に寝たくなりますが、猫のために稼ぎに出かける方が大半でしょうね。皆様いつもお疲れ様です。人間たちが稼ぎに行ってから2時間が経ちまして、ムーンは起きたようです。猫はとても警戒心が強い生き物なので、起きた時は薄く目を開けて周りに危険なものはいないか確認してから起きると言われています。しかしながらこの顔だけで危険なものたちも離れていきそうですよね。一石二鳥です。さてそんなこんなで朝ごはんの時間です。ムーンはその日の寝床の人間に朝ごはんをもらいます。それにしても美味しそうにご飯を食べていますね。果たして猫愛好家の私は可愛いと言ったら 100% お世辞になってしまうので、可愛いと言っていいのかとても難しい問題です。そして食べ終わった後は二度寝をします。これぞ幸せですね。大変失礼いたしました。スタッフさん、この映像は…この後のトイレのシーンだと思うんですけど、すいません、大変です。この映像はもしかしたら猫の反対組織からのジャックなのでしょうか。人間のような姿でちょっとトイレに行かれてるんですけれども、砂の音ではなくトイレを流す音が聞こえてくるんですけど、でこっちへ、You are dead。そして幸せの二度寝から起きて、今度はトイレの時間です。この猫の踏ん張ってる姿って本当に可愛いですよね。そして猫は綺麗好きですので、砂できちんと後処理をします。とてもとてもです。そしてその後は人間の家を後にし、ムーンの一日の日課をしに外に出かけていきます。ムーンは人間のような猫ですので、皆様もご存知の通り電車に乗り通勤します。さて皆様にここでクエスチョンです。ムーンは電車に乗って何をしに行くのでしょうか。正解はコマーシャルの後。ヤジリマオン舞台に出演。3月24日から3月28日まで王子小劇場にて舞台に出演。ご予約は概要欄から。今すぐチェックアウト。さて皆様にここでクエスチョンです。ムーンは電車に乗って何をしに行くのでしょうか。正解は犬をからかうでした。正解された方はいらっしゃったでしょうか。ムーンの一日の一番の大イベントでございます。尻尾を少し動かすだけで犬たちは騒ぎ立てまつります。本当に愉快だ、愉快、本当に犬って愉快だ。その後も寝る、犬をもてあそぶ、寝る、犬をからかう、犬をからかう、おやつをくれる人間の家から大好物のチュール、チュール、チュールをもらう、寝る、犬をからかう、犬をからかう、寝る、犬をからかうという大偉業を成し遂げるムーン。そして時刻は夕方の5時。からかいに疲れたムーンは地球屋に向かいます。ムーンが比較的好きな人間、天沢くんがいました。ムーン、今日は寄ってっか？ぐる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 ぐ
を食べ、そしてそのままその日は地球屋で眠りにつきます。以上、これが自由気ままな猫ムーンの一日でした。とっても可愛かったですね、ムーンさん。猫愛好家の私もムーンの大ファンになっちゃいました。本当に可愛い、尊い尊い尊い。それではまた来週、素敵な猫に出会いますように。それでは、ねっこねこ。ありがとうございます。あ、そうですね、撮影も結構まあ大変ですし、はい、あ、結構まあそこがあのまあ必要だったり、うん、しますよね。全てはここなんで、これの話ここのカメラマンさ、全部撮ってるよね、これ動画全部回してない、これ大丈夫ですか。これ使わないですよね、ちゃんとちゃんと猫の部分しか使わないですよね。困るんですよね。さっきもトイレのシーン通ってて、
急いで貯めたんですけど、そのすぐマネージャー来て、これ使わないやつなんで、みたいな言われたんですけど、絶対使えますよねっていう話なんですけども。編集はどうなるか、私にはわかりませんけれども、プライベートの部分までは、言ってくださいよ。うん。よろしくお願いしますよ。こっちはキャラクターとしてやってるわけですから。まあ、そろそろドローバッグがカピカピになっていて逆に肌に悪い状況になってるので、ちょっと巻きでいいですか？はい。巻きでお願いします。チャンネル登録よ。登録。おいやいやいやい、チャンネル登録、お願いします。チャンネル、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 登録お願いします。お願いします。